ゼロシフトの使用を提案。現在のジェッティのステータスとあなたの腕の上から保証です。お前どうやって？聞いて、もうアンマンが指導するわ。だけどディンゴ、ここには来ないで。もう近くまで来てる。ディンゴ、私嘘をついてたの。本当は連合宇宙軍のスパイじゃない、ただのバフラムのランナーよ。らしいな。驚かないの？言っただろ、スパイがノーマンの下にいられる方が不思議だ。だがなぜ嘘をついた？信用されると思わなかった。ただの一兵士が反乱を企んでるなんて。確かにまともじゃねえな。私の父も軍人だったの。バフラムのあなたの部隊にいた。なんだって？父はカリストで殉職したと聞かされたわ。私は
父がなぜ何のために死んだのか知りたかった。だからバフラムに入ってノーマンに近づいた。父はアーマン計画のために死んだ。でもそれを知ったところで私は何もできなかった。あなたと違って人望もないしね。アーマン計画が佳境に入った時、カリストでジェフティを見つけた時、あなたが現れたわ。私は思った。あなたはアーマンを止めなきゃいけない。父のためにも。リチャード・マリネリス。そうよ。よく助けられた。でももういいの。ここには来ないで。ノーマンは危険よ。俺には義務があると言ったな。え、もう少しそのつもりでいてくれ。ダメよ。どうせもう死んでる身だ。俺は自分でケリをつける。頼もしいのビンゴ。ノーマン、早く来い。お前を殺すまで待ちきれん。あいにくもう一度死ねというなら道連れがいるぜ。好きなだけ連れて行け。私も手伝う。悪いが道連れは一人に決めてる。嬉しいよ、ディン。本当に嬉しい。ターゲット確認、戦闘開始。とっとと片付けましょう。Thank you.
盾として使うことができます。先に行く。行かせてくれ。ビンゴさん、気をつけて。このゲートは圧縮空間によって封印されています。ベクターキャノンを使用しなければ突破は不可能です。あ、ジェフティとアヌビスは完全に互角です。あとはランナー次第か。エイダ、どう思う？絶望的ですが、やるしかありません。わかった。エイダ、楽に行こうぜ。メタトロンを取得。エネルギーライン全弾直結。ランディングギアアイゼンロック。チャンバー内正常加圧中。ライフリング回転開始。撃てます。な
んて広さだ。バシリア領土のほぼ半分を占めています。だが要塞って雰囲気じゃないぜ。何かのコントロール施設のようです。メタトロン反応も微量です。コントロール、ここはアーマンじゃない。来たのはリングイ。どうした、アヌビスを目の前にしただけでそのざまか。悪いな、ただの武者震いだ。さて、やろうかって。来いディンゴ。来い、さあ来い。来ないのだろう、こちらから行くぞ。怯えているのか、ジン。どうした、ディン。いい、その調子だ。もっと楽しませてくれ。
さまざまなエネルギーを手に入れ、文明はその力に導かれて歩んできた。では、メタトロンほどのエネルギーが導く文明の行き先は何だ？破壊だよ。全てを終わらせるほどの破壊だ。宇宙の意志が、人類の無意識が、終末を望んでいるのだ。いやいや、攻撃で本体数箇所及び背部のベクタートラップに損傷。動か。コネクションチェック。使用可能装備、ダッシュ、バースト、ブレード、グラブ、ゼロシフト、以上です。奴を倒すには十分だ。
アヌビスは倒した。怪我はないか？あちこち痛いわ。救助呼ぶ。怪我人がいる。収容できるが。すぐ船を送る。リンゴと言ったわね。話しておくことがあるわ。なんだ？その機体、ジェフティはアーマーンの中枢で自爆するようセットされている。レオに聞いた。それをセットしたのは私たちなの。アランという仲間がエイダのシステムに入力した。なぜだ？ジェフティがバフラムにダッシュされた時の安全策だったの。彼らがジェフティをアーマーンに持ち込んだ時、エイダの命令でジェフティは自爆。そのエネルギーでアーマーンの指導を阻止するつもりだった。汚ねえやり方だ。でもそれは最終手段よ。できればそのまま回収したかった。カリストに捨てたのは？ジェフティをカリストに隠したのはレオよ。バフラムの手に渡ればジェフティはアーマーンで自爆する。彼はジェフティを隠して自分の力でアーマーンを止めようとした。わかった。ジェフティが自爆する必要はもうないんだな。早く解除してくれ。無理よ。バフラムに解除されないようシステムの根幹に埋め込んだの。ジェフティを自爆させなくてもアーマンは止められるはずだ。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。くだらねえ。もしアーマンが。待て。アヌビスが飲み込まれた。アーマーンの本当の力は空間圧縮による地表攻撃じゃない。何？本当の力はメタトロンの空間圧縮特性を最大限に引き出したエネルギーの収縮。そのエネルギーは太陽系全域を巻き込む。そりゃ大事だな。お願い止めて。地球側の奴ら都合が良すぎるぜ。お願い。約束しろ。もし俺がこいつを止めたら、地球は二度と火星に口出しするな。俺たちには俺たちの意志がある。火星を自由にしろ。分かったわ。必ず実現する。頭の固い連中に伝えるんだな。それが実現しなければ今度は俺が相手になるってな。誓うわ。信じて。リンゴ。ひと仕事できちまった。どうする気？死んだらまた生き返らせてくれ。あなたは死なないわ。船で待ってろ。すぐ戻る。
私を選んだ。アヌビスと融合することでアーマンは初めて進化を出す。見ろ、メタドロンの完全なる結合、全てを終わらせる破壊を。
俺の最後の任務の時、あんたは俺たちを生贄にした。そうだな、あんたが俺の仲間を殺したんだ。だからどうした。虫けらが無様に死んでいく姿をこの目で見たかったぞ。俺の仲間が待ってるぜ。
ご飯を呼んで。エイダ。レオ。アヌビスを使った。ジェフティとアヌビスが10日なら、その起爆力も10日だ。こんな役目は、あいつの方が似合いだぜ。私は命令に背いたのでしょうか。いいんだ、エイダ。え？それでいいんだ。力は正しいことに使え。少なくとも、自分がそう信じられることにな。それは誰の受け売り？お前の親父さんだよ。今度はまともな体にしてくれ。気に入らなかった？いや、俺にはちょっとでかい。わかったわ。信じてるぜ。Hey!